前回のカズモリ、カズモリずっと借金を背負って生きてきた。それを生きる糧として、それを生きがいとして、ただついに返す時がやってきたようだ。実は株で儲け巨額の富を手にしていた。これを株に当てず、ついに借金完済。ただこれで星3にはなりませんでした。はい、どうもこんにちは、カズモリでございます。というわけで、今現在ですね、5時前なんですよ。ほんで今からちょっとやりたいこと、確定脇の木を作りたいなと思いまして、本日はですねちょっとやっていこうかなと思います。ほんで今ね、もうどの木がどの木か分かんないんだけども、もうあと10分ぐらいしかないよ。そう、急いで。多分今ね、これはね金の木やと思うよ。これは金の木からはね、多分生えないと思うんだ。これ抜くと分かるかな。抜くといくよ。えい、これ何の木でした？広葉樹。これからも来るかもしれないな。広葉樹と針葉樹からしか蜂は落ちてこない。果物系のやつから落ちてこないと言われております。あ、もうさ、安い魚はもうここで売っちゃうんだ。ここで、え、蜂高っ。え、2000円ぐらい。ええー、高っ。うわ、蜂毎日確定って、え、激アツじゃない？あ、やば。ほんで今現在これ落ちてくるやつなんだけど、これはねもう落としちゃったのよ。でここにあるとちょっとコマリンゴだから、これも抜きまーす。こいつらがどうだったっけな。ちょっと待って、まだ時間あるから。これ何抜き？やばい、謎だこれ。自分で植えといてよくわかんねえ木がね、いっぱい出てきてしまったのよこれ。これ一回全部抜いてるからね。ちなみに一回全部抜いちゃってるからね、これ。ちょっと一旦抜いてみるね。一旦、えん、抜き。何抜きこれ。あ、これリンゴの木だ、リンゴの木。じゃあ次上。お、これもねリンゴの木のような気がするんだこれ。はい、抜きっと。え、どうなってる？あ、やっぱリンゴの木だこれ。はい、オッケー。もう大体分かってきたぞ。さあ、うんなら、残りは、針葉樹だったかなが、9本ぐらい植えられてると思うので、それを、2本抜きたいなと思います。2本分。ちなみに、今現在の状況をちょっと見ていこう、これ。多分ね、家具が落ちてくる。あ、まだあるわ。ちょっと待って、一応網を持って。あー、これ、はいはいはい、オッケー、いい。うえー、これ2000円ぐらいよ。イエース、イエース、イエース。はい、これも抜いちゃいます。危なかったな。確定脇でちゃんとやりたかったからな。ないよな。もう時間ねえんだぜ。ほんならちょっとこっち、これですね。1234567891、あ、10本も植えちゃってるわ。あとね、38出て、あ、お金が落ちてくることもあるんだ。あ、来た。はい、ありがとうございます。金が落ちてくるやつもあると思うんだけど、あ、来た。あと18のはず。1日ね、58って聞いたんだよこれ。これお金。あれ、家具は？お金。あれ？あ、落ちてきた。あれ？ 48？ あれ、どっか見逃してるとこある。48。まあでもこれ見る限り、もう時間ないんだって。1本抜きました。2本抜きました。1234567。1234567。7次はなったね。あ、もうないよな。あ、これかな。あ、絶対これだ。危ない。あ、違う。バーチンコ！よし、来た。はい、捜索隊。もうないか、異常はないか。あった、こんなところに。なんだこれ。ほら、落ちてきた。見えないけど。あったわ。あー、網壊れた。オッケー。あー、すっきりした。いや、これで、8。ちゃんと8、5匹、ゲットしたね。これがね、果物の木からは出なくて、こういった広葉樹、針葉樹から発生するとのこと。だからこれを7本にしとくと、もう確定で家具とかが落ちてくるんだってさ。ちなみに、今回何の家具手に入れたんだろう。ペットのベッド。なんだこれ、ペットのベッド。あ、まあ、拾ってないんか。もうな、ねえなと思ったら。あー、カンカンなってるわ。1日の始まりや。ちょっと待ってな。狸マイレージもゲットして、よし、今度 OK。 こっから出た瞬間にもう変わっちゃうからね、多分。行くよ。テンコンってなるんでしょ。ほら変わった。テケテンテン。この音楽聞いたことある人いる？あー、しずえさん、どうもおざいます。はい、キャンプさん。おー、そっか。ごめんなさい。そういえば、サントスさんが腰あんじまうで、出ていく言うてたよ。うん。俺は出ていくわと。うん。はいはい。
っぱ住民のなんか遠いのちょっと問題だよね。なんか遠くてあんま喋らない人たちが結構出てきてんだよなこれ。はいはい。やっぱ島の村人はこの周辺に近い方がいいのかもしんない。あらららら、あなたファッションデザイナーの、ファッションテーマね、はい、いいですよ。もう今日の服装がね、もうまさにそうなんですよね。うん、パーティー完全に来たわ。うん、はい、よ。いやもうなってるよこれ完全に。あ、これ今回いただいた服ですから、ありがとうございます。これホットドッグな、なんちゅうかこれなんですよ、これなんですよ、令和のコーディネートは。はい、どうよ、なるほど、どうですか。すごい、やっぱり分かる方にはね、私が思い描いていた理想のコーディネートです。こんなにパーティーというイメージにいや、なんか恥ずかしい、そんな褒められた恥ずかしいな。あ、まだ仕立て屋クーポン、すいません。はい、で最高評価もらったんじゃない、なんかいろいろもらっちゃった今回。ありがとうね。ケイトなサングラス、はい、あんな、ちょっと早速これしますか。ケイトのサングラス、うわ、ケイトだなー、これは。イケイケだなー。あ、ちなみに、そうだ。この紫と、この橙色ので、なんかできるとかできないとかってコメントがあったような気するから、ちょっと植え替えしてみようか。ちょっと、ここら辺に、紫とオレンジを固めてみよう。ガチに赤いバラがね、あるみたい。ガチに赤いバラっていうのも、どうかと思うけど。あ、ペンと。よし、これで生まれる確率がさらに上がったんじゃないのか。あ、これここ今の。オッケー。まあ基本ね、こうやって朝方やることが多いからさ、動物たち出てこないんだよね。日中やらんとあいつら。マジこの時間、もう5時だぜ。動物の5時って結構、動物って朝早いイメージあるんだけど、5時だぜ。あ、ほんでこれも指摘あったんだ。方角を変えようと。はい、確かに。こうだわ。確かに気になる。何件もあったからね。よくぞ気づいたわ。まあ、というわけで、あ、これ大丈夫かな？確定脇になったかな？これ大丈夫かな？これがね、カウントされてるかどうかがちょっとわかんないんだけど、どうなんだろうね。はい、まあちょっと、多分確定脇の、森林に行きましょう、皆さん。多分確定脇ですよ。あ、カズが荒らした跡がある。カズさんが。あ、ちょっと家具も拾うね。何の家具だったんだろうこれ。初めてだぜ。調味料入れ、キュートなフロアランプ。ああ、こんなもんまで落ちてくんの、やばい。え、誰が隠すのこんなもん。では行きましょう。ここでもうまうまな思いができるはず。来た、まず18確定。今んとこ 100% ですね、難関が落ちてくる確率。いくよ。来た、よし、確定よ、確定。はい、次よ。オッケー。おいえ、おお、しよし、まあ、4連続来てるよ。これまず蜂が出てくるってことなんか、これ。あれ、そんなこともないな。あ、次行くよ。おお、次缶が落ちてきた。な、これは来た、よっしゃ、確定きたわ。うわ、どうですか今回、どうですかこれ。7本マジいいじゃんこれ。で、何入ったのこれ。ポータブルレコードプレー、こんなんも気に引っかかってる。いや、これね、毎日家具2つ増えるんだ。激アツですね、これは。いや、もうこれ以上、なんか、増えれない。植えて、この、果物のやつだよね。植えれないわ、もうこれは。リンゴの木も手に入ったので、ここに、ちょっと、植えますか、これ。OK?OK?さあ、というわけで、ぼちぼち、フィッシュタイム。っていうか、デメキンとかもいるらしいんだけど、5月、池釣りの方もやってみようか。また釣ってない魚が多分いるはずなんよ。そこら辺、ちょっとやっていこうかなと思います。全然魚いない。いいした。魚がね、崖上の方あんまおらんな。これ。ちょっと待って、これ気づかんかった。アリシステムをね、持ってきたやつがいたわ、これ。視聴者さんの仕業だ。ありがとうございます、これ。ありがとうございます。いや、こんな細かいことしてるもんがいる。いや、本当に、ネタの提供ありがとうございますね、皆さん。
もうちょっとでこのワールドも、島クリエイトがいつか発動するはずない。緑が少しずつ今増えてってるんで発動するはずです。そろそろ来るはず。星さんそろそろ来るはずなんで、皆さんご期待ください。今ねシズエッティに言われてるのがとにかく花が足りねえみたいな、もっと緑がね溢れるといいとか言われてたから、今日なんかねもう果物の木植えまくったし、まあ、なんとかなるんじゃねえのかなと。そこら辺はてか全然朝まずめって言うでしょ。朝あいた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 、あ釣ってきましょうか。ピース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 、はい、こんな感じです。ナマズが釣りましたね、ナマズさん。ザレが一体何が、ちょっと待って、ミューとか出てるかな、生き物図鑑で。あ、寄贈されてますだね。今んとこ釣ったことあるやつばっかだったな。あ、デメキンも釣ってるじゃん、ほら。あ、しかも時間帯がある、釣れる時間帯。こんな時間全然ダメなんだ、これ。そっか、こういう時間帯釣れないのもあんだね。はい、まあというわけで本日こんな感じで終わりたいなと思います。皆さんもね、もし全部伐採する必要あるけども、7本だけ残すことで、こんな感じでもう確定分けができますので、ぜひ皆さんもお試しください。はい、というわけで、またなんかリクエストあったらね、ぜひ、まあ、よろしくお願いします。というわけで本日はこんなところでまたお会いしましょう。バイバイ。